スペクトされる。それは才能だ。ニュー BMW X5 誕生。2014年、あなたの道は開ける。失礼します。もし気持ちいいところがあったら遠慮なく言ってくださいね。じゃあ下の方マッサージしていきます。もし痛いところあったら言ってくださいね。気持ちいいですか？おい、金はそこにある。でもまだ、じゃあ気にしないでまた呼んでくださいね。次はちゃんとできるようにもっとサービスしますから。愛は金で買えると思うか？え？買えるか。あんた今1時間1万5千円で売ってくれたしな。これからどんどん値が下がって誰も買わなくなるから、今のうちにせいぜい稼ぐんだな。意味わかんない。お前らに分かるぞ。世界的な株価の暴落を受け、今日は一日目まぐるしい動きとなりました。本日の日経平均終値は前日より55円97。明日はゲリラ豪雨に気をつけてください。お電話。前日より55円。ドルは99円台半ばでもみ合い、現在は今日は久しぶりに晴れましたね。ユーロは1ユーロ102。じゃあお前助けてください。東京株式市場は今日も爽やかで、どうしたらいいんですか？いつのヨーロッパの株、夕方から俺が何をしたっていうんだよ。東京株式市晴れ、晴れです。やだね。15000安の雨で、朝から死んだ、昼から死んだ、夕方からトピックスは夜から独落し、死んだ方がマシだぞ、死んだ方がマシだぞ。
大丈夫です。遠慮しないでいいから。じゃあちょっとすいません。どうぞ。すいません。もしもし。何ですか？息子の母親になってくれないか？え？息子が万引きしたらしい。母親に知られたくないから俺のところに電話してきたみたいで。お電話いただいた稲葉ですけど。あれ？お父様に電話したんですが。あ、すいません、今体の調子が悪くて代わりに私が。お母様ですか？え、あ、はい。ずいぶんお若いですけど。あ、いや、あの、それは生母だから、この人。ああ。悪かったな。いえ。何盗んだんだ、こいつ。今人気あるゲームソフトとかアイドル DVD とか。それくらいならこの間やった金で買えるだろうが。あんなのもうあるわけないだろう。何に使った？必要経費だよ、生きてく。生意気なこと言うな。ちゃんと説明しろ。ちょっと稲田さん、大丈夫ですか？落ち着いてください。落ち着いて。なんだその顔は。俺がこんなみっともない姿になって嬉しいか？そんなこと言って。帰るよ。おい、待て、逃げんのか。おい、落ち着きましょう、稲田さん。ね、下がる車を。お父さんに迷惑かけたんだからちゃんと謝らないと。あ、私お茶入れますね。悪いけどあんた帰ってくれ。え？これは家族の問題だ。なんだ？いや、離婚してからろくに連絡もしてこなかったのに、いきなり父親みたいなこと言われても。だったらなんで俺に連絡してきた？なんでお母さんに隠そうとする？なんなら今電話してバラしてやろうか。スグル君、お母さんに心配かけたくないんだよね。あの人すぐ泣くから。あいつこの前電話で嘆いてたぞ。お前の成績が上がらないし、時々財布から金がなくなるってな。一体どういうことかちゃんと説明しろ。じゃなきゃ本当に電話するぞ。はい。
今まで誰にも言えなかった秘密話すんです。何言ってんじゃんあんちゃん。ほらきっかけでもないとなかなか言えないじゃないですか。そういうのってもし負けたら私もちゃんと話しますから、いいでしょ。てか私も刺しちゃいますから。セーフ。はい、じゃあ次稲葉さん。なんで俺なんだ。いいじゃないですか、父親だし。ていうか負けるのが怖いとか。そんなことあるか。セーフ。はい、じゃあ次卓君の番だよ。はいはいはい、座って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 、はいはいはい、はい。セーフ。はい、じゃあ次は私です。あんたみたいに生まれてから一度も悪いことしたことないような人間に秘密なんかあるのか。私だって悪いことぐらいしたことありますよ。例えば。え、あ、この前トイレットペーパー買うの忘れたからパチンコ屋のを無断で持って帰ってきちゃいました、2個も。それから小学校の時水泳の時間我慢できなくてプールの中でおしっこしちゃいました。セーフ。はい、次すぐるくんの番だよ。何？いや、ちょっと思い出したから。何を？昔これやってた時お前がいつもそうやって真剣な顔をしてた。負けると必ずもう一回もう一回ってムキになっちゃう。そんなことないよ。あ、もう一回。お前の負けだ。すぐるくん、もし何か悩みがあるんだったらいい機会だし相談してみたら。さっき生きてく必要経費とか言ってたけど、あれどういう意味？クラスのやつだとうまくやってくには接待が必要なんだよ。接待？ゲーセンでおごるとか？なんでそんなことする必要がある？決まってんだろ。そうでもしなきゃ誰も相手にしてくれないんだよ。俺みたいな運動も勉強もできない地位で不細工なやつ誰も相手にしてくれないんだよ。金がなきゃ全部あんたらのせいだからな。なんでもっとかっこよく産まなかったんだよ。なんでもっと運動とか勉強できるにしなかったんだよ。知ってるからな、本当はあんたがずっと昔から俺のことバカにしてんの。テストで悪い点取ったらこんな問題もできないのかって顔で人のこと見下して、仕事が忙しいからずっと親父のことなんかほっといて、ママが借金作ったらさっさと離婚して自分だけこんないいマンションで暮らして、どうせ俺のことなんかどうでもいいんだろ。だったら父親みたいな顔しないでほっといてくれよ。こっちも迷惑かけないよ、さっさといなくなってやるからさ。こっちに、あんなバカ。でもあのままだったら本当に死にかねないって言う。もう帰れ、関係ないやつは。わかりました。自分がなんで生きてるのか分かんなくなるの。そうやって育つと
ままだとあんた誰からも愛されなくなるわよね。あのすいません、確認したいんですけど、私今いろいろ怒鳴っちゃったような気がするんですけど、全部お聞きになりました？当たり前だろうが。じゃあこうなったらついでに言わせてもらいますけど、私この前稲葉さんに言われた通りかもしれません。え？本当は相手のことなんかどうでもよくって、自分を必要としてほしくて、大切な存在だと思ってもらいたくてこの仕事やってるだけかも。人に感謝されたいからいつも笑って退屈な話に前槌打ってるんです。本当はイライラして頭の中でしょっちゅう相手を怒鳴ったり殴ったりしてるし、でも言い訳かもしれないですけど、こっちが元気に笑ってないと私に直してもらおうなんて思わないでしょ。稲葉さんだってこの前治るかどうか聞かれたんだって、そういうのって言っちゃいけないんです規則で。でも言わせてもらえば、治るか治らないか決めるのは結局は稲葉さんなんです。稲葉さんが治るって信じなきゃ絶対良くならないんです。何もしなかったら本当に寝たきりになっちゃうんで、それだけは確実なんです。私の笑顔は嘘っぽいかもしれないけど、それだけは嘘じゃないんです。だから私でよかったら一緒に頑張りませんか？このままこの部屋から一生出ないで人生終わるなんてやめてほしいんです。っていうか稲葉さん本当に死のうとしたでしょ。二度とこんなことしないでください。あんた、なんでそんなおせっかいなんだ。それは稲葉さんが パスンオブザイヤーだからです。意味がわからん。私が今年担当した利用者さんの中で一番性格が悪いっていうか、素直じゃないんです。稲葉さん、なんだそれは。すぐる君に今どこにいるか聞いて言うんです。今すぐ行くから待ってろって。今電話しないと本当に失っちゃいますよ、この世でたった一人の息子さん。もしもし、すぐるちゃん、今どこだ。え、なんでだから。それはとにかく自分の気持ちを伝えて。俺が父親だからさ、お前と、もっと話したいからさ、お前のことがどうでもよくないからな。だからさっさと教えろ、どこにいるか。これからも助けてくれないか。助けてくれ。またリハビリ頑張るから。わかりました。もしかして退院ですか？ええ。
よかったです。稲葉さん打撲だけで済んでリハビリにも影響がないって聞いたし。そっちはどうだ。まだ少しかかるみたいです。じゃあ退院決まったら連絡くれ。あの稲葉さん、リハビリちゃんと続けてくださいね。だったら早く元気になれ。私は無理ですから。どういう意味だ。だからほら、当分復帰できないし、うちのマッサージ院にも優秀なスタッフたくさんいますから。お願いします。わかった。それでね、その人に何かプレゼントしようと思うんだけど、私ほらモテなかったから何にしようかさっぱりで。よく女性は花が一番喜ぶなんて言うけどね、え、毎回花を送るわけにもいかないしそれでですね、結局何にしたかっていうと、はい、何でしょう。亀山さんはまだ退院してないんですか。え、何頼みって。連れてってほしいところがある。どこ。マッサージの女性と1ヶ月以上連絡が取れない。もしかして心配なの。どうしてるか知りたいだけだ。おっと、いないんじゃないの。いる。なんで。噛んだ。何それ。はい、亀山です。申し訳ありません。ただいま電話。なんなら部屋に向かって叫んでみる。おい出てこいって。そうだな。え？下げよ。いや、冗談なんだけど。下げよ。早く。おい！亀山！おい！ねえ、いなかったらどうすんの？いるんだろ！顔出せ！話がある！うるさいよ、こら。すみません、すぐ帰りますから。ねえ、やめた方がいいって。出てくるまで叫び続けるぞ、亀山愛。あ、俺コンビニで買うものあるからさ、帰るとき電話して。大きな通り出て右曲がったらコンビニあるから。あ、はい。
大丈夫か足は。当分松葉杖がないとダメみたいで。ああでも治るんだろ。無理だと思います。普通に歩けるようになるのは。仕事どうする。クビになったって聞いたけど、まさかマッサージの資格を剥奪されたとか。そうじゃないです。私もいい年だし、そろそろ結婚とか考えた方がいいかなと思って何言ってんだおい。俺は お前のこと待ってんだぞ。え、一緒にリハビリ頑張りましょうねって言ったの。あれは嘘か。人にこんなもん渡しといて自分がリハビリ受ける側になったら逃げるのか。寝てください。え、失礼します。ああ始めていきますね。ああ、どうですか。いや、強くできないんです。これ以上足が悪いと踏ん張れないから力が入らないんです。私もう今までみたいなマッサージできないんです。でもちょうどよかったのかも。この仕事始めて10年近くになるけど、この頃もういっぱいいっぱいっていうか、稲葉さんに言われたように自分が無理して笑ってるのが分かって、でもどうしていいか分かんなくて。一つだけお願いがあります。私がこうなったのは稲葉さんのせいじゃありません。だからもう気にしないで自分の体のことだけ考えてください。すぐるくん帰ってきたのかも。はい。カメちゃん買い出ししてきたよ。今日は卵が安くてついでにお花も買ってきちゃったはい。おい、まさかあいつと付き合ってんのか。結婚しようって言われました。いや、でもクビになったところの院長だろ。仕事では守れなかったけどプライベートでは守るって言ってくれました。それがあんたの幸せなのか。今日一度も笑ってないじゃないか。お待たせ。ドーナツも買ってきちゃった。ありがとうあれ稲葉さん。わざわざすいません。今日一度も笑ってないじゃないか。
退院したらしたって言いなさいよ。病院で恥かいたじゃない。母親なのにそんなことも知らないのかって顔されて。あ、ごめん。途中で雨に降られちゃうし、もう散々だよ。タオルある？うん。ああ、あった。あ、ドーナツ買ってきた。好きだったろ、あんた。ありがとう。でもどうしたの急に。あんたさ、仕事辞めて結婚すんだって？もしかして事務所行った？あそこの院長なんだろ。あいって垢抜けない男だったけど、本当にいいの？あんなんで。前から私のこと好きだったみたいで、入院してからも優しくしてくれたから。それでついほだされてやっちゃったとか？そういう言い方やめてくれる？なんかもう後悔してるって顔だけど。何その塗り方。ちょっと貸してごらん。後ろ座って。何？うん、久しぶりだなと思って。何が？母さんに触ったの、いつ以来だろう、忘れちゃった。何大げさなこと言ってんのよ。子供の頃、母さんが仕事行ってる間ずっと一人ぼっちだったから、帰ってきた時にまとわりついてよく怒られたよね。疲れてるから向こう行けって。そうだったっけ？それから母さんに触りたくても我慢するようになって、だから肩たたき券作ったの。母さん肩こりひどかったし、マッサージしてあげると気持ちよさそうな顔して喜んでくれたから。もしかしたらあの時の母さんの笑顔が忘れられなくてマッサージ師になったのかも。私ああダメだ、やっぱり似合わないわあんた。もうこんな時間、うちの人と待ち合わせしてるから行くよ。母さん。何？私を産んで後悔しなかった？え？私ができたせいで別れたんでしょ、私の父親だった人と。向こうに家族がいたから降ろせって言われたんでしょ、どうしてそうしなかったの？そしたら幸せになれたかもしれないのに。しょうがないだろう、あんたが生まれたかったんだから。どういう意味？降ろそうかと思うたびにあんたがお腹蹴るんだよ。まだちっちゃいからそんなことするはずないのに何度も蹴るんだよ。私は生まれたい、生まれたいって。だから思ったんだよ、この子はよっぽどこの世でやりたいことがあるんだなって。もういいかい？今まで誰にも言えなかった秘密話すんです。セーフ。このままだとあんた誰からも愛されなくなるわよね。
私もう今までみたいなマッサージできないんです。最後の一本刺しても止まらなかったよ。あんたの言う通り、治るって信じて頑張ってみるから。ごめん。なにマジ超見える。やめなって笑うの。走ってる。もしもし。すぐる、ちょっといいか。何？今まで誰にも言えなかった秘密を言おうかと思って。は？何って。いいから来て。今言わないと一生言えないから。何？俺は今まで金さえあれば何でもできると思ってた。立ち絵の女は金さえあれば何とかなるし、病気だって今の医療技術ならほとんどの病気は治せるしな。でも金じゃ手に入らないものがどうしてもある。何それ。自分の気持ちだ。ごめん、意味わかんない。だから自分は一人じゃないって心から思える安らぎだ。大切な人とちゃんとつながってるって確信だ。これからどんな辛いことがあっても乗り越えていけると思える勇気だ。どうやったら手に入るの、それ。多分簡単には手に入らないんだ。毎日毎日コツ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 積み上げていくしかないんだ。だから俺はとりあえず諦めずにリハビリ頑張ってみることにした。それから。それから大切な人に大切なことを伝えることにした。すぐる、俺はお前を愛してる。これからもずっとお
前とつながってたい。もしお前のこと傷つけるような奴がいたら、俺が許さない。だからもう周りからどんなに言うても心配するな。俺たちは一人じゃない。すぐれ、聞いてるのか。早く電話したら。え？もう一人いるんでしょ。大切なこと伝えなきゃいけない人。またお前か。すいません、ちょっと隣の人のことが心配で。出かけたよ、夕方にタクシー呼んで。え、どこに。知るわけないだろそんなの。はい、亀山です。申し訳ありません、ただいま電話に出られません。ご用のある方はメッセージをどうぞ。何度もすいません、稲葉です。大事な話があるんで連絡ください。ケイさん、これ、うん、これ何であんたが俺の後にタクシーに乗ったんだ。稲葉さんいらっしゃらなかったみたいだから、マンションの前で待ってたら
ついうっかり寝ちゃったみたいで。何度も電話したんだぞ、こっちは。すみません、携帯忘れちゃって。そちらこそどこに行ってたんですか。俺はお前を。え、あの、そちらの話は何だったんですか。え、何か用があるからうちまで行ったんじゃ。あ、いや、だからその、まさかこんな展開になると思わないからテンパって忘れた。何ですかそれ。それよりそっちの話よ。何だ。はい、私訪問マッサージの仕事しながらいろいろなお年寄りの家をたくさん回っていつも思ってたことがあるんです。何だ。いい年の取り方をしたいなって。いくつになっても穏やかな顔で心から笑っていられるような人間になりたいなって。でもこのままじゃそんなの絶対無理だと思って、だから結婚は断りました。やっぱりこの仕事続けたいからいつか復帰できるって信じてリハビリも頑張ることにしました。一応以上です。なんだ一応って。で、そっちの話は何だったんですか。俺はそのあんたが今言ったようなことを言ってほしかったから、もうほとんど言うことない。何ですかそれ。あんたこの前言ったが、自分がこうなったのは俺のせいじゃないって。はい、俺もそう思う。え、あんたがそうなったのは俺のせいじゃない。俺たちのせいだ。あの時俺たちの気持ちは同じだったろう。うちの息子助けたくて二人で前に進んでた。俺はあの時あんたに触れていて幸せだった。ずっと愛してたかった。あんたにも触れていてほしかった。正直に言うと、最初にマッサージしてもらった時からそう思ってた。ついでに言えば、あんたの笑顔ももっと見ていたい。ついでって、そんなにヘラヘラ笑うなって言ったじゃないですか。これからもずっと触れていてほしい。私もです。あなたに触れていたい。30分だけじゃなくてずっと。あ、最後ですよ。またどうします。刺してくれ。いやいやいや、お願いします。大丈夫だ。もう飛ばないから。